はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科の電気シリーズスタートですね。第1弾お送りします。で、まあ、前に刺繍を始めて、電気がすごいリクエストが多かったんですね。で、ただ、刺繍に入れることはできないので、まあ、お試しで1本、まずね、撮ってみます。で、今回はこの問題をやっていきますので、まずここで動画を止めてもらって、1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ちょっとわかんないのとか、不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。ちょっとね、もうこの辺絵描く自信なかったんで貼っちゃいましたけど。で、いつもはすぐ画面下げちゃうんですが、まずこの状態でちょっと問題確認しましょう。長いんでね、情報がね。で、実験、何やってるか、ちょっとざっくりいきます。何やってるかっていうと、まあ1番に関しては、電熱線が3つあります。ごめんね、A から C。3つあって、それをここで表で示してる。何ボルトの時は何アンペア流れたよっていうね。で、問題に使う使わないはあるんですけど、基本的にこの表が載ってたら、その電熱線、もしくは抵抗器ってなってるかもしれないけど、オームは出しちゃいましょう。そっから。で、後で出します、これはね。で、実験には、AC、まあ、3つあったうちから2つを使って、この図2の回路。で、この2の回路は並列回路です。並列ね。で、作って、電源装置の電圧 3V にして流して測りましたと、電流をね。で、実験3は BC、これ固定だね。BC を使って直列回路を作りましたと。で、測ったら 400mA 電流計に流れましたよっていうことを言ってます。いいかな？まあ、丸1まで読んじゃおうか。じゃあ実験2、この並列回路ね。の時に、どの電熱線、まあ2個選ぶわけだからさ。どれとどれを繋いだ時が電流計の示す値が最も大きく、つまり電流一番流れるのどの時っていうのをね、聞かれています。じゃあ、長くなりましたが画面下げますよ。行くよ。行きましょう。下げすぎだね。ほい。で、この問題はツイッターにも貼ってありますので、まあね、使うようだったらそこで見てみてください。よいしょ。ほんじゃ、行きましょう。で、ですね。まあ、さっきも言ったように、ABC、あの、図1のやつね。右上のグラフが書いてあったら、そっから抵抗を出しちゃいます。で、どう出すかっていうと、まずこれね。オームの法則。ね、懐かしいですね。で、これ、自分の覚え方は場オームってよくやるんですけど、V、A、オーム。上から VA でバって読むんで、場オームって覚えさせるんね。まあ、これは、俺が塾講師の時の後輩が使わせてパクったんだけど。そう。場オーム。で、これは、小学校でやる未端とか木端と同じように、ここに掛け算、ここに割り算が隠れてます。つまり、V、電圧を出したければ、アンペア、電流かけるオーム、抵抗です。アンペア、電流出したければ、ボルト割るオーム。オーム出したいんだったら、ボルト割るアンペアで出せますよっていう。で、今、オームを出したいわけですよ。ね、だから、V 割る A をすればいい。で、さっき、図1のグラフから、例えば、電熱線 A、ちょうどよく通ってるの、ここしかないんだよね。6V で 1.0A、つまり 1A ね。で、あとは当てはめるだけです。6割る1。つまり、A は6オームってわかります。で、電熱線 B に関しては、今 6V で 0.6 の使ってますけど、4V 0.4A とかね、で、2V 0.2A、キレがいいとこ何箇所かあるんで、これは好きなとこ使ってください。別にここって指定はないんでね。でも、どれで計算しても、6割る 0.6 なんで、これ10オーム。同じように、6割る 0.4 やると、15オームって、すぐ出すことができます、こうやって。で、できれば、まあもちろんね、出したのに使わなかったら時間もったいねえじゃんっていう話もあるんだけど、電流と電気のところ、苦手な方なんかは、そのグラフがあったら、そうだ、オームまず出してみようっていうのを、こう、体が反射するというか、反応してくれると嬉しいなと思います。で、話を戻します。今回、まず1番では、並列回路です。一応書きました。これね、回路図ね。並列回路。で、並列回路の特徴があります。それは何かっていうと、何かが同じなんです。で、何が同じか書きましょう。これ絶対覚えてね。
並列回路は電圧、つまり V です。が、全部同じになります。で、全部同じっていうのは、基本的に電気、あ、まあ、電流時のね、こういう問題っていうのは、まあ、電源装置がありますよね。で、ほとんど、その電熱線とか抵抗器が2個です。こう2個。並列になってたり、2個直列。ちょっと難しいね、とこになったりすると、3個出たりする時もありますけど、基本的に2個でいける。で、ほとんど時が、この電源装置と、ここの、電熱線と、ここの電熱線の3箇所について考えます。で、自分がよくやらせるのは、このね、電源装置の近くに、ちっちゃくて見にくかったら、パソコンの方は全画面で見てください。こう、近くにね、馬王も書かせるんですよ。こうやって。で、当てはめていくの。数字わかるやつをね。例えば、今、これ3ボルト流してるって書いて、あるね、3ボルトだよね。実験2のところに3ボルトって書いてあるから、まあ、電源で3ボルト流してるって言ってくれてるんだけど、並列は電圧全部同じなんで、ここ3ボルトだったら、ここも、ここも3ボルトって書いて OK になります。いい？で、今、どの電熱線とどの電熱線をね、使うと電流一番流れますかって聞かれてます。で、今、並列回路、電圧が同じって覚えてもらったでしょ。これ、セットで覚えてほしいのは、電流、これ書く場所ね、しまったね。ちょっと、流だけでごめん。流は、足し算することができます。で、どこを足すかっていうと、こことここを足したものがここになるんです。だからこっちは1アンペア、2アンペアだったら足して3アンペアになるんです。全体に流れるのがね、3アンペアになると。つまり言い換えると、今、ここで流れたものとここで流れたものの足したものが全体になるから、一番流れるやつを持ってくればいい。で、今ね、もちろんグラフを使って考えてもいいんですけど、3ボルトって固定されてますよね。ボルトっていうのは電流を流そうとする力です。ざっくり言うと。流そうとする力。で、抵抗っていうのはもちろん流れにくくする力なわけですよ。抵抗の値が大きくなればなるほど電流は流れなくなります。抵抗してるわけだから。つまり、一番抵抗されちゃうと流れないんでしょ。逆に言えば、抵抗されない6と10を使えば一番流れるわけですよ。って考えて、ここ、今回 A と B を使えば一番電流が流れるというになります。つまり答え。A と B というふうにやってください。もちろん計算してもらっても構わないんですが、まあ、感覚的なところにはなりますけど、こうやって考えるといいと思います。で、次が実験3なんで直列回路。で、その時に 400mA 電流計示しましたと。で、その時 B にかかる電圧ですね。ちょっと待ってね。BC 使ってるから書けばよかったね。これが B と C の電熱線使ってます。で、さっきやりました並列回路は電圧同じ。電流足し算でした。これで、ごめん。今度直列回路。それ逆になります。逆。で、何が同じかっていうと、今度直列の時は、電流が同じなんです。で、電圧を足し算することができます。ちょっとこれ幅があるんで、こっちは書きますね。で、後で出てくるんですけど、直列回路の時は、抵抗も足し算することができます。直列の時だけね、抵抗足し算できる。で、足し算するのはさっきと同じです。こことここを足し算すると、ここになるというイメージで思ったりと、そういうふうに覚えてください。で、狭くてね、申し訳ないんですが、ここに、バオーム。で、ここに、バオーム。じゃ、これちょっと被りますけど、ごめんね。バオーム。つまり、9箇所。ね、9箇所が、バオーム全部です。9個あります。で、わかるのをどんどん埋めていきます。で、まず、400mA って書いてあるんですけど、計算の時には、アンペアでやるしかないので、400mAをアンペアに戻します。いい？で、1アンペアって 1000mA なんですよ。近いどうか。1アンペアは1000なんです。つまり 400mA っていうのは 0.4 になります。で、今回はね、直列なんで電流全部同じだから、今日切っちゃうね。
0.4、ここも 0.4、ここも 0.4 って全部 0.4 アンペアになります。で、BC の、抵抗さっき出しましたね。10と15って分かってるから、こっち10オーム、15オーム。で、さっき言ったように直列抵抗足し算できるんで、10と15足したら、ここの25オームになります。で、これを書いたときに、2つ数字が揃ったら、今 0.4 と10って揃ったでしょ？揃ったら、残りの1個はこれで計算できます。オームの法則でね。で、V が分からなかったら、アンペアとオームをかければいい。つまり、0.4×10 すればいいから、ここ 4V って出せるんです。で、同様に、ここもここも出すことができます。かければね。全然できるんですけど、今回、B にかかる電圧、つまり、ここのボルト聞かれてるから、もう出せましたよね。つまり、この答えは、4V で終了となります。使ってるのはオームの法則、そしてこれだけだからね。この2個覚えとけば基本的な計算問題倒せるので、こんな感じでやってみてください。で、急ぐよ、3番ね。で、次は、図3のその直列回路を C はそのまんまなんだよね。これはそのまんまなんだけど、B を A に変えましたと。電熱線ね。そしたら、電流計が 300mA になりました。で、この時、電源装置の電圧何ボルトにしてたと考えられますか？もう同じです、やること。切りますね。ごめんよ。バオーム。書きます。で、バオーム。バオームって書きます。で、300mA だから 0.3 ですね。で、直列回路はさっきも言ったように電流全部同じなんで、全部書いちゃって OK。で、抵抗は出てるよね。6と。オームと15か。で、オーム、ここね、足して21なんで、こうなります。で、この後なんですけど、例えば、ここ、さっきと同じようにかけて、まあ、こっちでやってみようか。0.3×6 で V が出せます。だから、ここ 1.8V。で、これも同じです。0.3×15 で出すことができるんで、4.5V です。で、ここに関してなんですけど、実は先にね、2個揃ってるから、0.3×21 をして、6.3 やったら終了。それでもいいし、こっちの知識をちゃんと使うんだったら、直列は電圧は足し算なんですよ。つまり、こことここ、1.8 と 4.5 を足したら 6.3 って持ってきてもどっちでも OK です。こうやって一致するはずだからね、答えは。で、今回引かれたのが、電源装置の電圧。つまり電源装置。これだから、これの電圧は、6.3V と。はい。あーぶ。ちょっと待って。これね、右ね、ちょっといっぱい書くんで、答えっぽくなくなっちゃうよね。これ、ちょっとこれさ、ここでいいかな。わかるかな？線引いてたら。6.3V。これで、大丈夫かな？はい、すいません。というふうになります。さあ、ラスト行きましょう。これちょっとね、まあ、なんだろうな、こっちの知識有名なんですけど、これちょっとマニアックでもねえか。忘れやすいとこなんですが、4番は、電熱線ホニャララと電熱線ホニャララをホニャララにつないだ回路全体の抵抗と残りの電熱線の抵抗は等しくなった。1、2に当てはまるのを A から C、3に当てはまるのを直列、並列から選んで書きなさいと。つまり、直列、並列、わからないんですが、何かと何かを持ってきた。例えば、これだったら BC を直列でつなぐと25オームでしたよね。足すと。それが残ったので A ね。6オームと一致してますかって。でも一致しないよね、これはね。っていうのを考えます。で、さっきもここでやりました。こっちでやりましたけど、直列っていうのは抵抗を足すことができます。で、よくね、教科書とかで書いてあるやり方をすると、ここ、電源装置の抵抗を R にして、こっち、1個目 R1、R2 って書きます。こうやってね。その時、こことここを足したのがこれになるって言ったんで、直列の時は、R は、R1 と R2 を足したもの。あ、ここね。足したものがこれになりますよって法則があるんですよ。で、
今ね、直列か並列かも問題になってるじゃないですか。でよく考えると、6、10、15。これさ、どっか組み合わせて残りの1個になるってありえないんだよね。惜しいのが、A と B をもしここに繋ぐとさ、6オームと10オーム。足せば16オームなんですよ。でも15オームなんで一致しないんだよね。だから結論から言うと、これ直列じゃなくて並列なんです。最後の答え。で、並列の抵抗、まだ説明してなかったんですが、特徴があって、これね、R 分の1が R1 分の1足す R2 分の1になるんです。これね、ぜひ覚えておいてください。頭の片隅でも構わないので。じゃあ、こうなるのどれかって考えるんです。例えば、まあね、この順番で入れていくと、じゃあ、6分の1イコール、10分の1足す、15分の1って考えます。これ、この順番ね。つまり、これ何やら、これがもし一致した場合、これ B、これ C、これ A だから、B と C、ごめんね、B と C を並列で繋いだ時のオームが、A のオームと一致するよっていう感じ。イメージはね。まあ、これ A って書くのもちょっとおかしな話か。まあ、一応いいか。で、確かめる方法は通分ですもん。通分。で、こいつらは30で通分ができるので、6分の1は30分の5。10分の1は30分の3で、15分の1が30分の2で、これ一致するんだよね。つまり、答えは、B と C を並列で繋いだときに、これね、A のオームと一致するよっていう、っていう風に確認することができます。なので、答えどうしよっか。1、2、ここが B と C。これも逆でも構わないです。で、3が、並列と。これ囲んとこうか。入ってる。あ、OK、OK。という感じになります。では、今回は、高校受験対策の電気シリーズの第1弾をお送りしました。今回ね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。で、電気シリーズは、まあ、ひとまずお試しです。今回1本撮ってみて、あとですね、問題を持ってくるのが非常に辛いんですけど、まあ、皆さんの反応を見て、続けるようだったらもうちょっと頑張ってみようと思うんですが、ひとまず今回ね、こんな感じでやらせてもらいました。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。